その日人類は絶望した。世界中に突然現れた巨大な青鬼に支配される恐怖。鳥かごの中に囚われる屈辱を知った。なんとかオイラたちの前に侵略してきた巨大な青鬼は倒すことができたけど、行き先は本当にこっちで合ってるのか。ココナから届いた手紙によると、この樹海の先で間違いないと思うんだけど。ココちゃん、まだ無事でいてくれてるかな。それだけが心配。ん？あれはなんだ？あ、青鬼の館じゃ！ここにココちゃんがいるんだよね。できるだけ物音を立てないように静かに様子を見てみよう。うん。で、あれ？バナンは？おいおい、嘘だろ。お届け物でーす。やーい、マヌケめ。これって潜入のチャンスじゃない？だね、急いでバナを追わないと。行けー。なんてゆるゆるなセキュリティなんだ、ちょろすぎるぜ。こっちは心臓止まるかと思ったよ。でもバナオのおかげでなんとか潜入できたし、結果オーライってやつだね。あれ？え？ん？何の音かな？鍵閉められちゃった。私たち閉じ込められたってこと？うん、そうみたい。はい、ということでなんと僕たち青鬼の館に閉じ込められてしまったみたいです。なぜだ？怖いよ。今回の僕たちの目的はこの館のどこかにいるココナちゃんを助けること、そして全員揃って無事に脱出すること。こんな怖そうなところに一人ぼっちじゃきっと心もそうよね。バナナの王子様が助けに行くぜ。よし、それじゃあ早速探しに行こう。でもこんなに広いところだからどこから行けばいいの？うっせえ、おしゃべりついてこい。おお、行ってみよう。本当にこっちで合ってるのか？間違いない、絶対だ。プンプンに寄ってる。プンプンに寄ってるぞ。あ、なんか道があるね。とてつもない巨人がいるのかな。静かに、みんな隠れて。わかった。なんだ、何があった？足音が聞こえるよ。なんだあのコーニーは。なんか小さいのが徘徊してるみたいな、しょっぱそうなやつだな。あれはココちゃんだ。ほんとだ、連れて行かれてるよ。向こうに行ったぞ。行ってみよう。わかった。なんちゅう不気味な館だここは。めちゃくちゃ怪しいね。恐ろしいな。なんかさっき見えたような気がしてるの、気のせいか。なんか紫色のものが、立ってたよね。いないよ。そうだね、こっちにも道あるんだ。これだけ広い館だと本当どこに連れて行かれたかわかんないぞ。なになに、どうしたの？この正面の灰色のやつ、青鬼のドップ写真じゃないのか。そう見える。なんて趣味が悪いんだ。言われたらそう見えるな。そう見えてきちゃうんだけど。行くぞ。趣味が悪いってことは分かった。青鬼は中からナルシストだ。ここは何だろう。何か部屋があるみたいだね。すごいでっかいトイレがあるよ。流されないように気をつけてよ。青鬼のトイレか、でっかいな。ちゃんと流してる。どうだろう、ちょっとでっかいのがありそうで怖い怖いな。ここには何もなさそうだな。そうだね、次行ってみよう。へい、玄関出てきたぞ。戻ってきちゃったの。全てが巨人サイズだ。なんだ、この家はさすが鬼、紫が好きなのかな。こっちは何なのか、気をつけてよ。本当だ、本がたくさんあるね。やっほー。静かにしなよ、バナオ。青に気づかれるぞ。二人とも見て。何？二階だよ、本棚のところ。うわ、なんかいるな、こっちに。青鬼がこっちに気づいた。わーい、逃げろ逃げろ。どこに逃げる。こちら、出てこい。うわー、ケーキがうまそうだ。おいしそうって、そんなこと言ってる場合じゃないぞ。面白い、後ろから追いかけられてる。逃げろ逃げろ。おい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 、すんごー。階段もすっごい小幅だ。なんでこんなにでかい家建てたんだ。お金持ちなのかよ。青鬼違うとは大人気だからね。さすがだ。絵もめちゃくちゃ飾ってるからね、高級そうな絵がね、稼いでんな。でもね、電気はもったいないから、火で明かりを灯してるようだ。結構原始的だね、ケチいな。ここは何だろう。なんか廊下っぽいけど、なんかあるぞ。何がある。何何、寝室かよ。
いやうわー、立派な絵画があるぞ。ほっかほかだ。バナオ、遊んでる場合じゃないぞ。あ、すいません。青鬼の立場ならどこにココナを隠す？こんな見つかりそうな場所には絶対連れてこないよね。隠し部屋みたいなのがあるのかな。ありそうだよね。よし、次行ってみよう。スズンゴー、古い食堂は来たかな。来てない。怪しいね。ここ怪しいぞ。ここから家を改築してったのかもしれない。ここだけ明らかにテイストがおかしい。ちょっとなんか豪華な感じがなくなっちゃったね、うん、おいおい見てくれよ。何ここ。ここに怪しい通路あるぞ。確かにこれ私たちのサイズじゃないと見えなかったよ、うん、あれは何ここ。ここは食料庫だ。うわー、どうりで冷やいと思った。ここだ。みんな助けに来てくれたの。私の王子様が迎えに来たぜ。ここから出られなくて困ってるの。俺様に任しとけ。バナオパワー。すごい、バナオ、あの頑丈な檻を壊したぞ。ありがとう、バナオ。意味は思わないぜ。よし、ついてきな、姫。行くぞ。キャー、青鬼よ。よし、ここ俺に任して先に逃げろ。バナオ、無事に戻ってきてね。なんとか青鬼の館から脱出できたぞ。バナオちゃんと帰ってくるかな。バナオなら絶対大丈夫。心配だよ。バナオは嘘つかないから。みんな無事脱出できたか。こっちは大丈夫。バナオこそ無事か。バナナボードに乗ったつもりでドーンと構えてな。青鬼の TNT かけご飯でも食べようぜ。バナオ今の何だったの。 TNT さ。いつの間に終わりてる時につけといたのさ。ナイス。ココちゃん助かってよかったねって思ってくれた子は高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。お願いします。みんななら青鬼に襲われたら私たちみたいに勇敢に戦う、それともやっぱり逃げる、コメントで教えてね。それじゃあまた次の動画でね。バイバーイ。